すいません、おとえちゃん13時待ち合わせなんですけど、ちょっと道が混んでたっていうのもあるんですけど、すいません、ちょっと遅れてます。あと10分とかで着くと思うんですけど、ちょっと車酔いしてるんで、はい、現在車酔いしてます。ちゃんと12時半ぐらいに出たんだけど、ちょっと道が混んでてすいません。で今日はね、梢ちゃんとデートってことで中央口に待ってるんで、中央口行ってから結局中央口に着いてもタクシーで移動しないといけないと思うんで、どうしたらいいのかなと思ってますけど、地元の人何かありますか？どうしたらいいのかなと。19号さん、ありがとうございます。はい、やっぱりちゃん何か抱えてるみたいだよ。え、どういうこと？ちょっと車用意してて、でちょっと許せないことがあります。許せないことがあるんで、そちら発表するのにちょっとだいぶでかいんで、800ナイス、これはもうめちゃくちゃ頭きてる。はい、でまあこれは頭にきてるというか呆れた話なんですけど、かやちゃんがまた物件をキャリーちゃんに教えたり、契約日が明日とかいうヒントを与えてます。もうこれは怒りというよりも呆れてるんで、ゲイだと思ってるんで、別に怒ってません。はい、いつものことなんで、まあ 家探しゲイなんで、それはまあ想定内なんでいいんですけど、違うことでちょっと、ナイスを取得は、ありがとうございます。右下の拍手マークお願いします。ちょっとあんまりちょっと携帯見れない、ちょっと酔ってる。でテルが1時間喋ってたらしいけど、何を言ってたの？文句あんなら来いよ、大阪駅いるから、今からめんどくせえから、面と向かって話してやるわ。うだ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 さ、どいつもこいつも電話で脅してくるぐらいなら直接会いに来いや、くだらん。配信のネタにしたるわ。舐めやがってよ。どこにも逃げも隠れもしないから来いよ。違う？で関西のやり方でもなく関東のやり方でもなく、これが俺のやり方だから。見てない言いながらね、めちゃくちゃ見てるよね。かまってほしいだけやろ。アイテムぐらい投げろや、かまってほしいなら。下ペコ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 してやるんだからさ。ペコペコしてほしかったらアイテムぐらい投げろよ。そしたらコビへつらってやるよ。男のくせにね、ちっこいやつだわ、ほんと。どいつもこいつもよ。老害ばっかり。林といい。ね、テルといい。ほんとに老害の相手は疲れます。はい。もう年取ってね。もう人に説教することしか楽しみないんやろうなと思う。メガホン300あります。すいません。ありがとう。
ハーゲンさんも林に切れてくれてた。さすがだね。これは嬉しいわ。ガンバアレナスヒーちゃん、センキュー。体調悪いっていうか喉がね枯れてるのか何なのかちょっとあれなんすよね。あーちょっと女の子待たしちゃった。もう最悪だわ。嫌われたかな、嫌われたかな、どうしよう。わざわざ来てくれたのに。で小杖ちゃんね、朝4時に起きてるからね。朝4時あとどれぐらいですかね。5分です。何時？13時。しっかり謝ろう。すいません、時間にルーザー嫌だって言ってた。最悪やん、嫌われて。あ、すいません、ハーさん、ありがとうございます。ちゃんと最初から最後までちゃんとやります。ただね、あのこんな状況になっちゃって本当謝ります。すいません。大阪がわからん。東京とかだったらね、みんなこれぐらいで行けるって、この道の混み具合わかるでしょ。大阪わからん、本当に。で30分ぐらいあればもう着くかなと思ったんよ。30分あれば。全然違ったよ。距離は大したことないのよ。俺が泊まったホテルの場所がちょっとあれだったんやわ。まあ、言い訳ですけどね。すいません。タイトル見たら言い訳してないんでね。はい。え、まゆちゃんも一緒なの？嘘でしょ。で、800ナイスでムカついてることを言います。まゆちゃんはいない。あ、来てない。新幹線まで送ってくれた。優しくない、まゆちゃん。ムカつきレベル、まあ3段階あったら2ぐらいかな。まあ原因っていうか、まあ結局はそういうことだなって。いや、テルさんに謝ることないよ。すいません、ありがとうございます。小杖ちゃん着いたよ。4000円で。はい、はい、ここですよ。いいですか？はい。ギーサー料金300円から300円です。はい。タヌキ枠する？キツネでいい、みんな。タヌキにする？小杖ちゃんとかコメントするかなと思って。あれ？ 4000 円渡しましたよね。はい。あ、すいません。300円お釣りいただいてもいいですか？申し訳ないです。はい。すいません。やりますね。はい、あ、いいっすよ、いいっすよ、ここで。いいっすか？はい、はい、いいっすよ。ちょっとお時間だけもらっていいですか？ちょっと荷物がわちゃわちゃして。あ、今行きますか？あ、まあ行ってくれます。すいません。準備できました。準備できました。はい、すいません。
分かっとるわ、パーパー7さんでも。しつこいねん。だって別に間違ったとこ止めてないから。おでちゃん、どこ？おでちゃん、違う？違うか。おでちゃん、おでちゃんじゃない？どこ？おでちゃん。喫煙所、タバコ吸う？なあ、林邪魔すんなよ、今日は。明日行くか？火薬と。もう忙しいけど、とか帰るけど。あ、小手ちゃん。すいません、遅くなりました。ごめんなさい。全然、全然大丈夫です。すいません、遅くなりました。はじめまして。あ、はじめまして。はじめまして。すいません、まだ地元の名産。え、地元の名産をお土産くれたんですか？です、いいんですか、はい、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。あ、おでちゃん、ご飯食べました？食べました。ご飯食べた？あの、ゼロワンさん遅いから食べました。あ、食べちゃいました。もうお腹空いちゃって。これ海苔もらいました。海苔。じゃあ、ここ何もないからね。あの、おでちゃん、タクシー乗りますか？タクシー乗って繁華街かなんかちょっと行きます？そうなんです、うん、多分この辺何もないんで。あの、え、知ってます？はい、知ってます。ゼロワンさん、そう、お小遣いくれます。お小遣いくれます。はい、日焼けするのがダメなの。あ、日焼け、じゃあ、日焼けしちゃうから。うん、傘持ってきてないから大丈夫かな。歩くんですよね、そっち。あの、ちょこっとはタクシー乗ります。あ、わかりました。大丈夫です、体調。はい、体調大丈夫。体調全然大丈夫です。元気です。笑顔がいい。おでちゃんの配信でやって。これ大丈夫だから、おでちゃんの配信。デザリング欲しいんだから。あ、デザリングするから。7ギガしかないよ。うん、OK。ちょっと待ってね。じゃあ、こっちでじゃあ。おでちゃんの枠行こう。日傘。あのね、ちょっと待ってください。テザリング日傘を買ってあげて。携帯見せて。ね、多分俺こっちでやるから一回配信終わるね。小杖ちゃんの枠来てね。一回終わるからね。